ハラール・シグル、ヨハン・セーベルーは、ノルウェーの作曲家。指揮者としてしばしば、ベルゲンフィルハーモニー管弦楽団に客演し、自作を上演した。9つの公共曲や、大量のピアノ曲を残している。ベルゲン出身。基礎教育を、ベルゲングリーグ音楽院で治め、ライプツヒに学んだ、作曲家ボルクヒルトホルムセンナーに指示した。この間に、いくつかの大規模な、 公共的幻想曲に着手するが、これらはその後、公共曲第一番へと発展した。そのうち、幻想曲第一番は1919 19年に完成し、翌1920年にクリスチャニアで上演された。破格の才能が発揮された、この作品によって、奨学金を受け、ベルリン高等音楽学校で2年間、フリードリヒコアホに支持することができた。ベルリン時代に、 公共曲第一番の修学賞となる部分を完成させ、この新作部分はユージン、友人ルドビクモ・ビンケルの式により、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団によって、上演されている。批評は、セーベルーの公共曲に至って、好意的で、この結果セーベルーは、公共曲や管弦楽曲への興味をさらに伸ばすことができた。1922年に、ベルゲンに帰郷し、 若干の例外はあるものの、生涯この地を離れなかった。最初期の作品は、高機ロマン派様式に彩られていたが、後に個人様式を発展させ、ハイドンやモーツァルトに啓発された古典的な音楽形式に依拠するようになった。しかしセイベルの新古典主義音楽は、不協和で、表情激烈な表現主義音楽にしばしば近い。 米国生まれのマリー・フホスレーブと1930年代に結婚し、ベルゲンの町外れに大きな新居を構えて1939年に家族でそこに移った。今やセーベルーは自然に親しむようになり、そこから作品に影響と霊感を受けるようになり、より国民学派的で、より若々しい作風へと切り替わった。1940年にナチスドイツがノルウェーを侵攻する。 この頃からセーベルーの作品は占領軍に対する武器と化した。当時の主要な作品に一連の戦争公共曲が挙げられる。またこの時期にはナチスへの直接的な抵抗音楽、放棄のバラードクジェンプビソースラチンも成立している。これらの激しい作品とは対照的にノルウェーの警官や民謡に触発されて多数のピアノのための助上的商品も手掛けているが、 民謡そのものを借用することはしなかった。第二次世界大戦後、セーベルウーは、ノルウェー楽団の長老として認められ、たくさんの作品が支持されるようになった。後期作品で、とりわけ特筆すべきは、イプセンの儀曲、ペール・ギュントへの激不随音楽や、公共曲第8番、ミネソタ・ミネソタ、公共曲第9番、バレエ音楽、青髭白尺の悪夢、 ピアノ競争曲、バイオリン競争曲、ファゴット競争曲であろう。長い一生の終わりの20年間に、セーベルーはにわかに、室内楽に興味を抱き、とりわけ3つの弦楽四重奏曲や2つの木管五重奏曲のような室内楽曲を手掛けた。1992年に逝去すると、ベルゲンのグリーグホールで葬儀が行われ、その模様は、ノルウェー国営放送によって、 テレビで放映された。ハラール・セイベルーはユーモラスでユニークな発言で知られていたが、一方で母親から憂鬱な一面を引き継いでいると自覚していた。私の作品は恐ろしく物悲しい。ひどく物悲しいのですと自ら語っている。作品も独特であり、指揮者ジョン・バルビローリは、 セーベルーの作品が好きであろうとなかろうと、それを作曲したのが誰なのかは疑問の余地がないし、このような作曲家は今日滅多にいるものではないと語っている。セーベルーはノルウェー学団並びにヨーロッパ学団における立場から数々の栄誉を手にした。1955年から亡くなるまでノルウェー政府より芸術家年金を給付され、 1957年には、ベルゲン音楽協会、ハルモニー園の名誉会員に選ばれ、記念の金メダルを授与されている。また同年には、ノルウェー王室聖王ラブ勲章を授与され、騎士の称号を得ており、それから20年後には司令官の称号を与えられた。1979年に、ノルウェー文化委員会名誉賞を授与されている。またスウェーデン、フィンランド、ユーゴスラビア、 イギリスからも受賞されている。ありがとうございます。